バイオハザード。バイオハザード。バイオハザード。生物災害か。バイオハザード。ウイルスの感染によりまで言ってください。ああ、でも。生物の感染により。人体をゾンビ化させてしまう。ある生物の感染により、人体をゾンビ化させてしまう。バイオハザード、生物災害、あるウイルスの感染により人体をゾンビ化させてしまうウイルス。もうちょいゆっくりめる。ゆっくりめる、はい。バイオハザード、生物災害、あるウイルスの感染により人体をゾンビ化させてしまうウイルス。風邪みたいなものかってつぶやいてください。風みたいなものか。はい。いいですか。いいですか。明日のショーが入ったのが面白かった。本気明日のショー入ってますね。行きます。風の聞き始めには。あ、すいません。風の引き始めには格好と。風の引き始めには格好と。どっちがいいですか。という感じでですね、とりあえず1日目の撮影が終わりました。初日はですね、朝の10時にスタートして、で終わったのがもう今9時なんですよね。だから結構かかりましたね。めっちゃ時間かかりましたね、思った以上に。そうですね、僕も正直 2,3 時間ぐらいで終わるかなって思ったんですけど。あんまかったですね。全然でしたね、すいません。いや、そうそう、とんでもとんでもないです。難しかったのはあれですよね、あの明るさの調整とか、この撮影メインでしたからね。あれに結構時間費やしてしまいましたね。光の加減が難しい。そう考えたら今度はもうずっと夜だから、特に光、あ、でもそう、街灯とかを調べない感じですかね。これはやばい、徹夜。まあそこまでは多分いかないと思いますけど、そんな感じで次回頑張りたいと思います。頑張りたいと思います。